暮らしやったるって言ってくれてるようなもんやから、これはもう。俺ぐらいの人気のとこまで上がってきたら、やってやるよって言ってくれてるっていうことは、これはもうチャンスです。どうもヘルトです。よろしくお願いします。ウェルカムトゥ NTV ってことで、今日は言わずと知れた、ジュニアさんに来てもらっております。ズンズンチャンネルとのコラボっていうことでやらせていただきます。ありがとうございます。よし、ズンズンチャンネルの方で、ジュニアから NG ヘッドへの質問っていうのがありまして、でこの NTV では、NG ヘッドからジュニアへの質問ということでやらせていただきます。NG ヘッドから5つの質問、ズバズバいきたいと思います。怖いわ、ね、めちゃくちゃ怖いっすわ。まず貯金額とか聞いてください。いやそれはまあね、はい、みんなが引くと思うんでやめてください。ズンズンの方でもちょっと喋ったんですが、はい、先日行われた、はい、コンバット、はいはいはい、NG ヘッド対チェホン、まあ本人の前で言うのも、喋るのもあれかと思いますけども、正直どうでしたか？いや、見ました俺、リアルタイムで。ありがとうございます、うん、もうね、むちゃくちゃ面白かったです、うんうん、で、まあどっちも知ってるじゃないですか。はい、 NG も知ってるし、チェホンもまあ、知ってるし、で、まあちょっとほんまにどうなんのかなとか、うん、こうそれこそほんまに世代交代が起こんのかとか、まあいろんな思いで、まあ、見ました、うん、もうでもね、まあ、トータルもうほんまに最高でした、うんうんうん、もうどちらも、はい、はい、よかったです。全員良かったもんね、あの日は、ね、もうあれはね、結構ほんま俺10年ぐらいこれ、まあ、10年は軽く語り継がれるやろうなと思うでやろうっていうぐらい、ほんまに良かったです、うん、結構もう今までいろんな見てきた中でもだいぶ上位ですかね。おお、それは嬉しいですね、うん、なんかほんまに良かったですね。まあいろんな見方で、まあ、見て、そのまあまあ、当日の前に、2発ずつぐらいこうやり合ってたのも良かったです。で、あれのね、2回目に出てた NG 君の曲アバランチもあれとかもう最高でしたね。あれ俺のチャンネルでも切り抜きで、うん、こう結構みんなバラバラで曲出てたから、うんうんうん、まとめて俺がこういう順番で聴けみたいな、うんうん、動画作ったんですよ、うんうん、まあこんなもう分かりきってたけど、うん、やっぱ DJ やなと思った。あし、ほんまになんかね、結構なんていうか、グルーヴの作り方とかもう天才やなと思って。いやほんまにあれ俺結構ほんまにびっくりしたんですよ。しかもあのスピードで作ったんかっていうこと、うん、でまあそれでね、結構あれ普通にあのスピード感で作ってたらもうちょっと狂ってるなでまあ当日入ったじゃないですか、はいはいはい、みたいなんで、まあそういう盛り上がりもありつつ、まああれ来てで、まあね、試合見た人は分かると思いますけども、うんうん、まあ、ほんまに見せられたっていう、うんうん、見せられたって感じですね、うんうん、いや、ありがたい、ほんまに良かったです、うんうん、あれ、多分ね、燃えた、あれ見てね、刺激受けてない関係者おらんのちゃうかなと思うんですよ。 あれ見て何も、まあ、その一般の人とかはちょっと、俺らとまた感覚、味方の感覚がちゃうし、なんやろ、それこそチェホンとかパワーウェーブとか、まあ、ジャンボもそうやけど、ラップバトルで頑張って、うんうんうん、そのラップバトルの流れで見てる人もおると思うんですよ、はい、そういう人らはちょっとどういう感覚で見たかはちょっと理解でき、うん、わかんないですけど、その、まあ、昔からこうレゲエ畑で育ってきた俺みたいなタイプのやつらとか関係者とかは結構ね、なんかまだまだ頑張らなと思ったそう。ほんまに、ほんまね、うん、いやーね、もうこんなもう50手前のおじさんが戦わさせられてんねんからいやほんまなんかね、なんかこれ頑張ろうと思いました、うんうん、
いや、そういう刺激になったのはさ、嬉しいな、うん、あと、なんか、初めて見たっていう人も、うん、ラップバトルから来ましたっていう人とかが、うん、そのやっぱ MC バトルと DJ クラッシュの違いっていうのがこう分かりましたみたいなさ、うん、こういうもんなのかっていうのが分かりましたみたいな、うん、その意見もやっぱすごい嬉しかったな、うん、それを見せたかったっていうのがすごいあるから、はいはいはい、うん、その違いをね、うん、そう伝わったっていうのはすごい嬉しいな、ね、なら、うん、なんか足りなかったものとかある？足りなかったものといえば、うん、時間、もっと見たいと思ったっていうのはあるな、はい、まだまだ見たい、 NJ と帰るなと思いましたもうあれだからまあちょうど15分ぐらいやったそれな、どう、 あれはねほんまにもうあと2時間は見たかったです、買い出したくなかったあのクリックしてドラッグしてこう持ってきた、戻したかったですあのあそこでおったらもうこうあの袖でもこう痛かんっつってでもあんまみんなあのもっと見たかったっていうか、うん、っていうのはあるじゃないですか、ね、そうやね、はい、ジャンボとやった時が、うん、あれ30分ぐらいやってんだけど、はいはい、いやまあ長いのよ30分はこう自分でやってる体感も、うん、でこれ15分っていうのを初めて自分で体感したよね、15分のルールになってからは初めてだから、だからまあ確かに15分は短いかもしれんけど、こうそれをやっぱ30分でやるってなったらまたこう出てくれる人がもうさらに限られてくるから、確かにね、今のね15分っていうのはもうちょっと足りひんぐらいがいいんかなっていうのは、確かに、まあそうですね、まあ言ったらジャマイカね1ヶ月おったら嫌やけど、うん、1週間ぐらいだったら最高やんみたいな感じですよねお前が言うなジャマイカ1週間とか最高に面白く帰れるじゃないですか、また来てみたいなじゃあ1ヶ月やったらもうちょっともう2年はいいからみたいな感じになって帰るみたいなまあでもほんまにまた見たいっていう終わってくれた感じですね、だからあの多分結構俺と一緒の気持ちの人多いんだろうね、まあ5分が長くてもいいし、長いだけでも全然ちゃうと思うし、まあでもあれだから全部見てる人分かると思うけど、いやもう帰るタイミングだからバッチリやほんまにまあちょっとネタバレかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっとチェンホンがバッて詰まって、うん、最後ブルーッと倒れてるやつも噛んでトトトトトンみたいなして「もう俺帰る」みたいなあの感じがね、ちょうどなんか15分で収まってたじゃないですか、うん、だからあっこはああいう風に終わらせるのが一番いいって多分パンって判断してんやんか、その、うん、まあその辺はでもやっぱりさ、俺らはジャマイカのクラッシュとかをいろいろ見てきて、はいはい、でジャマイカのクラッシュの終わり方とか終わらせ方とかそういうのがやっぱお手本で多分出たアイデアやと思うけどね、あれは、まあだからそういう面でもまあそうですね、また見たいって思わせてくれたので、うん、いいんじゃないでしょうか、はいはいはい、ありがとうございます。続いての質問を、はい、怖いなコンバットつながりなんですが、はいはいはい、このまあまだ全然ただ俺もやってみたらおもろいかなって思ってるだけのことで、うん、まあ、コンバットのこうサウンドバージョンじゃないけど、はいはい、サウンドクラッシュをこう、うん、コンバットがプロデュースするというかさ、うん、みたいなもうあってもおもろいかなっていうのをちょっと考えてて、俺自分の中でだけやけどね、何もないけど、もしそうなったとして、うん、オファーしたら出てくれますか、うん、あ、俺ですか、うん、レッドスパイダー、まあちょっと NG 君に言いにくいですけどね、お金ギャラ次第、まあファイトマネー、まあ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 それはもちろんそれはね、あとまあ、うん、その
そのね、なんて言うんですかね、あのクラッシュってその結構コンペティション系のクラッシュってめちゃくちゃ短いじゃないですか、うんうんうん、それこそ10分、うんうん、5分、中1中とか変な話、1時間分のタブあったらできる、1時間もいらんやん、はい、30分ぐらいの、はいはい、だから、ある程度若手でもできるっていうか、うんうんうん、それなりにお金あって、はい、ダブ取りゃ別にできると思うんですよ、はい、そういうタイプのコンペティション系は、はい、だから、ある程度一緒ぐらいの人気あるやつとか、その、まあ、ほんまに一緒ぐらいの球数あるやろうなっていう感じの人じゃないとちょっとなんか、はい、うん、わかる、それはあのジュニアが言わんとしていることはめちゃくちゃわかります、うん、これあのなんていうかな、格闘技とかと一緒でさ、はい、やっぱ同じレベルの人を、はい、同じ格の人を同士を戦わせないと絶対成立せえへんし、うん、あの思んないし話題にもなれへんからさ、だからまあ今俺もやってくれますかとか言いながら、例えば誰とやらすねんって相手なんかおらんねんけど、だからそこがそのまあなんやろ、一緒ぐらいある程度なんかなんちゅうんですかね、そのまあクラッシュってやっぱファンの、うん、バイアスすんなって言ってもやっぱりその、うん、その今までの活動があって、うん、ね、俺のこと応援してくれてる人らもむちゃくちゃおるわけじゃないですか、でその人らにもう平等にしろって言ってもそうはいかないわけじゃないですか、うん、だからまあ野球とかと一緒で、うん、阪神がボロボロになってでも、うんうん、やっぱ阪神行けってなるわけやし、うんうん、それがファンなわけじゃないですか、うん、だからそういう人らもやっぱね、少なからずガッとおる、うん、からその結構分母多い方やと思うんですよ、ね、サウンドの中でも、うん、だからそういう人たちがある程度一緒ぐらいの人気ないと、はいはい、まあ変な話バイアスやなんとか、うん、何のも嫌やからちょっとこうみたいなとこあるか、まあだからそういうことも考えたら、うん、まあ今んとこ相手がおれへんからちょっとあのこれ見てる若いやつらもさ、もうもっともっと頑張って、でもうスパイダーぐらい人気出たらもうクラッシュやったるって言ってくれてるようなもんやから、これは俺ぐらいの人気のとこまで上がってきたらやってやるよって言ってくれてるっていうことは、これはもうチャンスです、はい、まあだからそうっすよね、はい、ほんまそうやと思います、はい、誰か寝首かけに行ってくださいまあそれはそれでね、ほんま見たいしすごい俺も興味あるんで、まあそのうちなんか誰かがのし上がって、そうっすよね、うん、ほんまにもうスパイダーみたいな人気になってってなったら見れるかもしれんね、うん、何がムーダーズじゃこれだこっちが殺したんだこれだ言うていやもう確かに。